さんは。こんばんは。帰ってきてすぐにお風呂に入って、前髪クリップ気になるって言われてる。でも今反対につけとってさ、これはファンの人にもらったクリップで、これです。キキララちゃん、詳しくないねんな、あんまり。ちょっと今前髪を交互に、まあお風呂に入って寝る準備万端です。あ、リトルツインスターズっていうの、キキララちゃんじゃないんや。なんか保湿のねクリームを塗りたいなって。めっちゃだすっぴん、すっぴん失礼します。なんか新しい保湿クリームみたいなの買って、保湿って言うんかな、開けられへん、新品。あ、そういうことね。正式名称がリトルツインスターズっていうの。めっちゃ白飛びしてる。こんばんは。あ、あかへん、こういうの。あかへんねんけど、なんで？ちょっとで飽きそう。マイフィンガーファイト。え、ほんまに開かへんこれ。あ、いい感じよ、いい感じよ。ありがとうございます、こんなご丁寧に。これで時間過ぎてきそう。あ、貸してみーだって、かっこいいこれ。でもさ、貸してって言われてさ、開けられへんかった時ってなんかめっちゃ恥ずかしくない？あ、来たよ、みんな。来た！来ました。あとちょっと。しゃあ。なんか新しいクリームみたいなやつで。すごい。グリーン、これをね、スキンケア後にしたらいいらしいよ。お量がいいよって言ってて。鏡代わりにする。
ピスタチオって確かにピスタチオや。取りすぎた。なんてやつってこれね、これよ、シカクリーム、化粧水というかあのパックをこれ使ってて、ちか最近変えてんけどめっちゃいいよ。え、めっちゃレアやんな。ちかメイク配信とかシーンもお肉。ちょっとじゃあこれでつけてみてどうなったかメールで送る明日の朝。めっちゃいいらしいよ。なんか何がいいんか分からんけど、よかった。しかも借りて、なんかベタつきがないっていうんかな、めちゃめちゃすっぴん、ごめんね眉毛ないねん眉毛はなんか変形自在にしたくて、なんかすぐ飽き性で形をね変えたくなるから、なんか定まらん。なんかなんか、え、これねメンズもいいと思うね。これをなんか夜に塗るのもいいし、朝のメイクスキンケア終わった後にやったらまたベタつきがないらしいよ。彼女が目の前にいるけどリアルにさスキンケアするって、確かにメイク配信とかしたことないもんね。レアだね。朝も使えるんやって。やってみよう、明日やってみよう。今ねさっき新品が来た。多分なんかニキビとかにいいんかな、確か。めっちゃモチモチになったよ。ね、ルンさんの卒業コンサート発表されたね、ついさっき東海ラジオにて。楽しみだけどなんか寂しい、複雑よね気持ちというか。4月やで、半年もうないのか、もう4ヶ月後。ちょい遠めがいいな。倒産用に、あ、倒れそう。しょ。でもちょっとなんか手がしっとりしてるけど、これで携帯いじるとなんか携帯がベトベトになりそうやなっていう感じの今の肌心地、肌触り。ね、みんなでお見送りしましょう。すごいなんか今めちゃめちゃねもちもちしてる。でもなんかベタベタとは違うな、もちもちが合ってるけど、これに髪の毛がひっつきそうやなって感じ。
今はね。あ、今加湿器つけてへん、つけよう後で。肌な、あれ肌年齢さめっちゃ若造やと思っとった自分でも。けど去年のさあの、ちょっと待って、あれよ、あれでさ年齢40何歳みたいな言われてめちゃめちゃショックで、あ、平均平均が出てこんかった、ごめん、平均平均でさ40何歳みたいな言われて初めて肌年齢やってショックすぎて、もうそっからなんかちょっと美容液とか塗るようになったし、なんか今自分のお肌に合うスキンケアを探し中。でもまだなんか今後を考えて今この年齢でいいものを使いすぎたら将来怖いなと思って、なんかちょっとずつ手の届く範囲で今探し中。まあさ表側に見えてるのとさ裏側に見えてるのはまた違うもんね。よし調べよう、この今チカが塗ったクリームの成分。効果、あ、ニキビだって肌のさまざまなトラブルの抑制効果。まあニキビをはじめとしていろんな効果があるらしい。みずみずしい軽さが欲しい人。え、めっちゃ種類あるやん。え、なんか面白い、普通に欲しい。鎮痛効果やって、へえ。まあでもみんながオールマイティーに使えるよって人のやつだ。化粧をするときは下地の前に塗るといいらしいよ。かゆかゆ、鎮静なんや初めて知った、ここに来てその読み方、鎮静です。なんて言った今、ちか鎮痛って言ったんかな、鎮痛剤と混ざってそう、なんか匂いはね、なんか無臭ではないけどなんか肌に良さそうなんだろうなって匂い。言い間違い半端ない。あるあるだわ。でも通じちゃうねんな、こういう会話しとって、なんとなくわかんねんな、自分でも思う。絵本にできるよ絶対、チカの言い間違い絶対誰が買うねん。よく、まあ、S の話し合いとかするときにあゆかまるとまあ、マネージャーさんと3人で話すことが多いねんけど、その時とか言い間違いオンパレード、もう爆笑爆笑。でもあゆかがちゃんと理解してくれて、ああれですねってちゃんと冷静に突っ込んでくれる、いつも助かる。自信持って言い間違うから驚くって、そう来年の目標は自信持つやから。あ、めちゃくちゃ話変わるねんけど、
今みんなにおすすめの映画があってね、ちかちゃんの映画紹介をあげたいと思います。みんなと一緒、みんなに見届けてもらおうと思ってぬくめとった。こちらです。いきますね。ん？あ、これがなかった。ハッシュタグ。あー、よし、頑張って最終チェックする。最終チェックするの今の季節だな。めっちゃ言い間違いしてる。はい、いきます。こんだけさチェックしてもちゃんと間違えてるからね。どっかしら。はい、みんなに紹介。これをそのまま話そう。でんでんでーん。あ、メール来たって。そうやで、メールはさっき配信してると送られへんと思ったから配信前にね送った。ツイート見たけど、ツイートを見たけど、みんなが読む時間。今日はみんなに紹介したのはクリスマスと呼ばれた男の子っていう映画と、あなたの番です劇場版と、仮面病棟と、ヘアスプレーっていう映画。知ってるのあるかな、みんなが。見たよってやつとか読んでるかな。今一気に載せちゃった。安やで、めっちゃもうなんか文章も書いて載せたくて。髪が、あ、やりすぎた。こっちにちょうど綺麗に割れるかなと思ったのに割れないですね。説明すると、説明っていうか口で言わせていただくと、1個目のクリスマスと呼ばれた男の子、あ、雪降ってきた。クリスマスと呼ばれた男の子っていう映画はネットフリーオリジナル映画で、
なんかこの映画を見たら、クリスマスの始まりってこういうストーリーやったんかなって、なんか勝手に夢が膨らんだ。多分違う内容やとは思うねんけど、なんだろうな、いろんなストーリー、多分クリスマスサンタさんがいてプレゼント運んでっていう、そのストーリーにいろんなお話があったと思うねんけど、その中の一個として見てると楽しめるかな。だし、個人的になんか語り手から始まる映画で、そういうなんか昔々ではないけど、まあそんな感じの雰囲気のお話で、それがまた面白かった。始まりが、最後のね、あと伏線回収っていうのかな、それもまた面白くて、あ、やられたってなった、素直に。っていう映画で、もうとにかく主演の男の子が可愛すぎてね、可愛いんよ。もう瞳の色がもう異次元、目の色。そう、めっちゃなんか、でもほんまにこのクリスマスのこの季節に見たら、あ、テンション上がるなっていう映画でした。最近出た新作みたいで、で2個目の「あなたの番です」劇場版は、まあ、最近公開されたやつで、もともとドラマを見てて、念願の、やっと、もう久しぶり、2年ぶりとかやん。2年ぶりの映画、あなたの番です。で、あ、あなたの番ですの世界が帰ってきたと思って、めっちゃ雰囲気、音楽といい、人たちの個性といい、懐かしいってなった。頑張って考察しようと思って、なんかこんなに映画見てるんやったらさすがに謎解きできるやろと思って、なんか予想してみたけど、なんか当たってそうで当たってない結果で、ああ、さすがだなーってなった。ちなみにね、あなたの番ですの知花の好きなキャラは藤井さんやねんな。お医者さんの藤井さんっていう人が、あなたの番ですの推しメン。あなたの番です見てた人誰が好き？みんな。ほんまになんか個性豊かすぎて、なんかまあドラマに比べたら映画は全然、そのドラマで目立ってた人たちのキャラが薄かったけど、もっとなんか見たかったもん。黒島ちゃんね、ほんまにそれぞれの推しメンいると思うけど、でも面白かったな。もう全く別物のストーリーと思って見た方がいいと思うな。あっちかは。ドラマやと思って見てると、あ、なんか違うなみたいな違和感感じちゃうから、また別物のストーリーとして見ないと、前のドラマが好きやった人からしたら、ええー、って思うかもしれんけど、まあこれはまた別のストーリーですね。なんかめちゃくちゃね、笑い要素もめっちゃあって、普通になんか笑っちゃった。で、3つ目の「仮面病棟」は、これはなんか1、2年前ぐらいに公開された映画で、気になっとってんけど見に行けず、なんか洋画ばっか基本見ちゃうから、ファンの人に邦画も紹介してって言われたので、あ、邦画もちゃんと見ようと思って見て。怖そうやなと思ったけど、実際見てみたらね、なんか謎解き要素の方が多くて、怖い、なんかホラー系ではなかったかな。
まんまとね、頑張って謎を解こうと思って見とってんけど、まんまとなんか騙されてた、それも。どんだけ映画見てんのって感じやねんけど、ほんまになんか謎解き苦手自分。最後のヘアースプレーっていう映画はもうめちゃくちゃ前の映画やねんけど、これはねスタッフさんにおすすめしてもらって、多分自分じゃ絶対になんか見つけられへんかった映画やと思うから、なんか新しいジャンルで面白くて、でも個人的にミュージカル系の映画が好きで、もうめちゃくちゃ基本歌って踊ってるみたいな感じで、ハイスクールミュージカルとか、それこそグレイテストショーマン、ララランドみたいな雰囲気の映画やねんけど、めちゃくちゃね元気になれるし、明るくなれるし、前向きな気持ちになれる映画やったから、元気ない時に見たら自然と元気をもらえるなっていう映画です。すごい明るくなれる、主人公の人がそうやねんけど、めちゃくちゃね明るい前向きな子で、なんかネガティブになってる時に見たらね、いいよ。歌もいいねんな、また。ぜひぜひヘアスプレー見てみてね。そうそう、ファンの人に、だからなんか映画の紹介するとき、週末とかに見れたらいいなと思って、金曜日とかに投稿しようっていつも思うねんけど、もう早く言いたいが勝っちゃうから、いつもなんかこんな中途半端な曜日になっちゃうんだけど。 ごめんね。また時間あるときに見てみて。確かに今週もお仕事がないのか。ねえ、早く年末イブ、次だってクリスマスイブじゃない？でもそれも会える人限られるし、で劇場でしょ、直接会える機会全然ないね。その分いっぱい配信とかやろうと。 なんかさ755でさ質問募集したのに、結局さ話したいことなんかいっぱいあって話してんねんけど、ぜひみんな映画見てみてください、暇な時に。しかも個人的に今ストレンジャーシングスにハマって止まらん。ちょっとみんなからのこの質問は、また次回の配信時の答えを一旦スクショしとこう。いやでも話せるね、やっぱ話そう。大掃除について。 あ、大掃除じゃないけど、そうやな、年末やからさ断捨離しようと思って、ちょっとずつなんか猛禽だろうっていう服とか掃除し始めてる、断捨離苦手なオイラが。さすがにもう着すぎっていうコートももう売買したし、ちょっとずつね減らしつつあるけど、まあちゃんと減らした分増えんねんけど、なんか意味がない断捨離してる感あるねんけど、頑張っております。お掃除もしなきゃ。わかる、服捨てるの勇気いるよね。まあでも値段の分来たなってぐらい来たらさよならするね。ねえ、ゆず着てくれてるかな、お洋服。またあげよう、ゆずに。なんかゆずと似てる気がする、趣味が。だから、あ、これゆずに似合いそうって思ったらあげるねんけど。かわいいよね。
そんな後輩がいて嬉しいわ。メンバーのこと聞きたいって人多い。なんでみんな地下のことじゃないんですか。そしたら待って、しびれ切れた足の、あー、ただいましびれ切れております。足がピリピリしております。ピリピリしております。メンバーのこと話せって言うから近じゃないメンバーのこと足がしびれております。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。ああ。よし重いぞって。じゃあキンキンで言うと、まあ、昨日さあのスレッジハンマーがほんまにめんくて、しか配信ね、ゆきちゃんとなおとなんばさんと一緒にやらせてもらって、スレッジハンマーがさもうほんまにずっとストレッチハンマーとか冗談で言ってたら、最後までストレッチハンマーって言ってたみたいで突っ込まれたもん。ちかちゃんずっとストレッチって言ってるけどスレッチねって言われるけど、もうなんかもうストレッチで頭にインプットされてるから言えへんくなっちゃった。そうごめんね、もうガチで間違えてる。もうスレッチスレッチ。でも楽しかったな、同期と3人でやらせていただいて。もうね配信前も1時間半ぐらい早めに着いてずっと喋ってたし、みんなで喋っててね、あっという間に時間過ぎてたな。もう始まる前からそのスレッジハンマーのあのポーズあるやんか、それを決めようっていうのをもうずっと配信前から3人で話しててケラ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 笑ってたでも来年はライブしたいな、ライブというかなんか歌いたい、3人でもっと。まあ年末ねまた3人一緒嬉しいねって話してたし、来年はするんだ、目標夢の一つ、同期でもっとお仕事したい。なんかさ他の期の人たちがさ帰省がみんな同期でライブやってることが多いの見てたらさ、ドライチもしたいっていうのが本音だし、やりたい。ね、ちょっともう声を大にして言ってこう。でもドライチが3人でやるんだったらなんかこの曲がいいんじゃないとか勝手に話してるねんけど、とりあえず心の端のソファーは全員がふんふんって言いたいみたいなので、それは叶えさせていただきたいなと思っております。多分一回セットリスト入るともうソファー3連ちゃんもうええよっていう、振り混ざりそうやし。せやでピスタチオはチカがピスタチオ好きやからあそこにはめてくれて、でもほんまにピスタチオ好きやねん。なんか最近もピスタチオのやつ食べたぞ、お菓子買ったわ。しかもピスタチオグリーンも好きだし、ピスタチオなんか最近、あとなちかちゃん情報を1個提供するとめっちゃくちゃチーズが好きで、もともと好きでしょって言われるねんけど、めっちゃチーズ好き、なんか病気なんじゃないかってくらいなんか常にチーズを求めてる。なんかあんのかなこれ、チーズを、体がチーズを求める
サイン的なやつ。めっちゃチーズ好き。これを親友に言ってんや、ねえやばい最近チーズ好きすぎてさやばいねんけどって言ったら、え、あなたもともとでしょって言われた。確かに。どんなチーズ？一番好きなのはカマンベールとゴッターチーズ、チェダーチーズとかも好きだし、普通のなんかさあのよく売ってるナチュラルチーズ的なやつも好きだし、あ、クリームチーズも好きブラッターチーズも好き、モッツァレラも好きやねんけど、なんかモッツァレラはそんなね、ほっさんっていうのかな。クリームチーズも美味しい。あ、ゴーダだゴッターじゃないよ、ゴーダね、ゴーダな。いいね、なんかかっこいいじゃん、チーズ当てにワイン飲むとかっていうチーズ情報でした。そう、結局チーズが好きやねんこの前ピザ食べようとしてさ、好きな味どれがいいって言われて、え、チーズかかってるのって言ったら、全部かかってたチーズ確かにピザってチーズマスとか。でもピスタチオはあれやねんな、なんか加工されてるピスタチオしか食べたことなくて、あ、なんかおつまみっていうの、なんかナッツ、皮でやられてるピスタチオ食べたことないねんな。最近イタリアンが好きだな。やっとわかった。なんか食べたいもの何って言われたら、近く困ったらイタリアンっていうことにした。もうせっかちすぎてさ、焼肉のお肉焼いてる時間なんか待てへんくなって、お寿司は待てるすき焼き分は待ったね去年。今年お鍋作ったかな。あやこ丼も好きよマッサージしだす急に。やばいよね、イタリアン好き。イタリアン。ホルモンも好きよ。もつ鍋食べた。それこそランさんと一緒にね、もつ鍋食べた。好きやねんけど、なんかその大好物が更新されるんだろうね。今の大好物ピスタチオとチーズだな。何の話何の話。あ、あ、いい感じにしっとりしてる。見て、前髪もまっすぐなった。あ、これでもうちょっと。長い前髪が。これ配信終わったらね、前髪もベーンってしてる。明日は水曜日、週のど真ん中です。てかやばくない、明日でもう半分終わったよ、12月の早い早いね。来年の目標立てよう。なんか最近映画見すぎてさ、なんかこういうふうに片側だけ口を動かせれるようになってさ、こういうなんか悪い顔する人、エクボ欲しい。
年内忘年会の配信ね、クリスマスと。クリスマスね、忘年会したいね。確かに忘年会行ってくるかな。やりましょう。お鍋でも食べましょう。ただ食べたいだけ、自分が。ちょっと日程はおいおい年始ベビーカステラ配信でもデジャビュー去年とはね、去年とはまた違うことがいいな。あ、そうだ、75で何話しとったの。あ、同期の話してて、あ、ユニット公演の話してなかったっけ。なんか公式ブログが変わって最近上げてんけど、めちゃくちゃ苦戦しながら上げて、やっと上げれて、ちょっと呼んでもらえたと思うねんけど、ユニット公演ね、もう1週間経ったよ。早すぎん？ごめんねジュエルと。ユニット公演は、ま、にぎやかポケットで3曲やらせてもらって、ごめんねジュエル、リターンマッチ、心の端のそば。もうごめんねジュエルが、ね、嬉しいことにさ、めっちゃ衣装似合ってるよって言ってもらえて、なんかノリノリで着てたよね、あの衣装で。実際あのごめんねジュエルは初めての豊橋での全国ツアーの時、1回目のほんまに土しょっぱなの愛知県での全国ツアーの時にごめんねジュエルのユニットをやらせてもらっとって、それこそさえさんがリーダーの時のチーム S で、あの時のポジションはなんかその衣装がさちょっと違うやんか、赤色の人と青色の人と。で青色の方の衣装を着とって、わ赤色かっこいいって思ってて、初めて赤色の方の衣装を着れて、多分当時の時の自分だったら絶対にやってなかったんだろうなっていう、けどなんかや初めて着させてもらって、なんかそれもまた感慨深いというか嬉しかったし、楽しかったな。ジュエル、なんか悲しい曲やのに、あんま失恋ソングやのに、なんかめちゃくちゃ楽しすぎて笑顔で踊ってた、めっちゃ笑顔で踊っとった。ちょっとダメやねんけど、でも楽しかったな。ジュエル、ファンの人もねめちゃ似合ってるってコメントであって、多分さ3曲ユニットやった中で一番自分的になんかしっくりきたユニットかな。まあ、衣装の雰囲気も好きっていうのもあったけどね、個人的に。ねえジュエルって失恋ソングやのにさ悲しいっていう印象ないよな、不思議やなと思っとってんけど、なんやろうな、なんか曲調といい難しい。ジュエルは確かにツアーの時はね、衣装になんか着てるっていうか着させられてる感だもんね。確かにそれはあった。またあの時の画像を持ってる人は見返してください2曲目はリターンマッチ。リターンマッチはね一番苦戦した、ほんまにユニット公演のユニット曲の3曲の中で一番苦戦したユニットで、っていうのも男の人役でなんか全く自分がなんか踊ってるつもりでも男の子仕草ができなさすぎて、でなかなかレッスン上で、まあ、練習ができんくて、だからお家の全身鏡使ってなんかひたすら研究してた、一番研究した。でちょっともらった定点映像がゆずちゃんで、でゆずちゃんの映像を見ながら、ゆずちゃんがちょっと ポジションやってたから、ゆずちゃんの映像を見ながら仕
仕草ちょっと真似たりっていう風に練習してた。でもリハーサルの時点では当日のね、まだ女の子の方がちょっと強いよって、女の子が食い気味って言われて、やばいよしの男の子頑張るでってよしのって言ってて、そしたら本番めっちゃさ、よかったっていう声が多くて嬉しかった。そう、くまさんがお相手で嬉しい、そう言ってもらえて。なんかリターンマッチって一種のなんかもう見せる曲やから、またそれもさ、今までに会ったことのない雰囲気やったから楽しかったな。全部曲調の違う雰囲気でね、元気というか、なんかそのリターンマッチの時のクマさんはパワフルって感じ。多分あ、これ女性が引っ張るだろうなっていう感じになっちゃいそうだから、なんか負けじとパワーでっていうのを心がけてた。どうだったかな。そしたらね、舞台袖に行ったら舞台監督さんが、いやめっちゃかっこよかったって言ってもらえて、あ嬉しいってなった。で3曲目ね、心の端のソファーは、まあエモい、ザエモいがテーマです。くまさんが同期でやらせてもらって、まさかのね同期3人が揃えるなんて思ってなかったから、ただただ楽しくてナイスっていう時間だったな。もう本当に目合わせようって、たくさんアイコンタクト取ろうっていう風に話しててね、嬉しい。ドラちゃん、あの見どころは2番の B メロ、一緒に帰ろう、タタ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 っていうとこでさ、みんなで真ん中に移動するときにさ、ナオト、チカが最後の移動の人で、ナオトユキちゃんにバイバイって、帰り道のところね、歌詞バイバイっていうふうに言いながら、チカちゃんもついてくんのかいっていう3人しかわからんなんかことやってた見てて、なんか映像見てほしい。バイバイって見送ってる側やのに、あ結局行くんやみたいなオチをなんか演じてるので見てもらいたい。さピスタチオはまあクマさんの優しさでも、心なしのソファーはずっと初期から知ってた曲で、もうめちゃくちゃ歌いたいと思ってて、それこそリセット公演を自分がドラフト会議で指名された時に見させて、指名されて S に入るって決まった時に、その数日後 S 公演でリセット公演見た時に、あめっちゃいい曲って思ったの。それかアンナさん、ミキさん、中西さんが踊ってて、あいつか歌ってみたいなって、めっちゃ歌好きやなって思ってた曲やったからめっちゃ嬉しかった。あとふんふんって言ったらもう悔いはない、もう悔いはないです。歌えたら、っていうユニットの裏話でした。なんかにぎやかポケットっていうチーム名なだけあって、オープニングでさ写真撮ったやつを見返したら衣装カラフルすぎて、でもあれめちゃくちゃ偶然やねんな。見てみたらめっちゃカラフルでびっくりした。いやにぎやかすぎるってなって、まだ投票中なのでね、みんなまだな人は急いで投票してください。もう地下はね入れた、もうね始まった瞬間に入れた、忘れる前に。ほんまにどこがさ優勝するか分からんから、あ楽屋もにぎやかやったよ。っていうかね、
リハーサルも賑やかやった。終始笑い声が飛び交ってた。楽しかったな。個人的に9時の景品の、じゃあここだけの話するねんけど、あれやで、個人あの9時のさ景品のさプリクラあるやんか、あれ地下のあんです。楽しみ、みんなで撮るの楽しみ。気持ち JK、気持ち JK だから、まあただただ自分がめっちゃ目に入る系が、自分が撮りたかったっていうのもあるねんけど、ちょっとあれ絶対欲しい。だからチカがもう撮ったら絶対待ち受けにするって決めてる。もうポーズこうしよう絶対チカで携帯に送ってデータ取って送るで待ち受けにする。青春じゃない、青春。そうなんです。あら当たらへんかった、誰が当たったんやろあれ。いやでもあれはね、当たった人限定なのでメールでも画像は送らないですいいよねプリクラ、 SK 劇場に置いてほしい。なんか専用プリクラみたいな、 SK メンバーと撮れるよみたいなやつ、こうやって面白くない？480円とかでさ値段して、あと5分か。裏話でした。先にお休みって言っとこ、いつ切れるか分からへんから、みんなお休み、明日も頑張ってね。ありがとう、こんなすっぴんの配信見に来てくれて。プリクラ置いたら引くでって、なんでやねん、メンバーと取れんねんだよこうやって。また配信するね、みんなに会えへん分さ、配信が一番さなんか合ってる感じになるもんね。まあもちろんメールも送るし。ああ今日のクリームの感想 OK、 メールで送る。今のところもちもちしてます。ほら音聞こえる、なんか吸い付くっていうのかな。今日のスクショあげていいって、じゃあ拡散してください、可愛いスクショを。今日もおしめは可愛かったって、スクショタイム。今日はおしめ可愛かった、今日も今日もめっちゃ言わせてる。でもさ、みんなの可愛いが原動力になるなってめっちゃ思った。なんかね、インスタとかツイッターのコメントリプめっちゃ嬉しいなって思った。だから頑張ろう、みんなも頑張ってね。なんかいいことありそう。
時間あるんですけどね。明日も寒いんだろうな。明後日もし明後日も。みんな風邪ひかへんようにね。あと4分。みんなも体調に気をつけて。寒いよ。755に書いてくれたあのコメントはまたどこかしらでお答えすると思われるので、また募集したらぜひ755にトークテーマ書いてね。おやすみ、みんな。残りの時間をどうやって過ごそう。散乱してる後ろ。おやすみ、みんな。明日も頑張ってね。3分もあんの、意外とあったね。明日の目標、やるべきことをやる。今日の目標、ストレンジャーシングス見て寝る。ネイル見てたい。でも伸びたよ、もうほらちょっと伸びてきた。クリスマス大好きなクリスマスをもうね指にしちゃった。指にしちゃった、おかしい、爪にやっちゃった。どうしたらいいの？チュリーで薬指にリース？リース？見えへん。みんなも早く寝るんやで。一番言われたくない人に言われる。バイバイ。こんなすっぴん配信見に来てくれてありがとう。今度はかわいい、かわいい、ちゃんとおしゃれした松本千佳子で、お見送りさせていただきたいと思いますので、Good night. バイバイ。何分？あ、59分じゃん。おやすみ。みんなも風邪ひかへんようにね。Good night.